髪ブサブサなっちゃった。見て、めっちゃ可愛くない？セットアップなんですけど、どうですか？梅田のエストのなんかなんて読むんだっけな、まだタグついてんねんけど、こんなお店、ニューウィティーズ、わかんないけど、ここで買ったんですけど、台湾のお店らしくて、なんかお上品で可愛いよね。他にも可愛い服あったんですけど、サイズとかが結構サイズ展開も細かくて、サイズ外の XS だったんですけど、 S しかなかったりして、これも S しかなかったんですけど、けど S でもな、お腹がブカブカになるぐらいお腹がいい感じに締まってきて嬉しい。こんにちは。まだメイク、まだメイクというか今日メイクしてないんですけど、これでメイクしてさ、髪型ちゃんとしたらほんまに可愛いよな。こんにちは。クセス系なのも好き、ほんと？そういえば前回のサムイトの YouTube もさ、動画撮ってたからほんまにいつのせよって感じ。おみくん、かわいい、ありがとう。メイクしなくてもごめん、優しい、ありがとう。ほんまにな、最近写真撮る機会が減ってたので、いっぱい撮って SNS とかにも更新していきたいと思います。最近さ、なんか自撮りの顔も変わってきて、こんにちは、加工は変えてないのになんか顔がちゃうねん昔と。こんにちは。なんかちゃうの。別になんか前は前でよかったんけど、なんか違うんですよ。しけんさん、こんにちは。まあ今やったけど、これ薄すぎるから早くこれが着れる季節になって。こんにちは。いやー、一安心やわ。ほんまに大学の単位もいな、悪いのを想定してさ、6ぐらい落としてるのを想定してたから、まさか1と思わへんかったか、嬉しすぎる。あ、うん、待って、落とした単位数言っちゃった。間違えて言っちゃった。こんにちは。
昨日は4年生上がりましたって濁してたのに全然普通に言っちゃったんですけどこんにちは、やっちゃった。でもね、週一番いい週とかの評価もあって嬉しかった。ギリギリのカーとかだけじゃなくて。こんにちは。それこそさ、集中講義って言ってたの覚えてる？集中講義、毎回レポートを出して最終レポートも出すみたいな、最終レポートが 70% みたいなあったんですけど、それ週だったの。あの日頑張って、あの3日間頑張ってよかったなって、みんながあの3日間も応援してくれたおかげです。ありがとうございます。こんにちは。ほんまに途中までさ、集中講義取ってたのさ、もう忘れてたぐらい、友達にさ言われてさ思い出したぐらいのさ、それぐらいの集中講義の意欲やったのにそんなにも週くれるまで。やっぱレポート得意なんだなとレポート得意なんですよな。伝え下手なんだけど書くのは得意。それって何が向いてるんやっけ。作家？作家じゃないわ。なんだ？こんにちは。書くのが得意な人。あとの文章と読むのも好きなんです。あの国語の時間とかよく、ね、手挙げて読んでたのよな。こんにちは。なな、やっほやっほー。ありがとう、頑張ってね。評論家か、評論家か、あとデザイン、夢は膨らむばかりですね。ランキング読みます。13位タッキー、通算12位キクちゃん、11位ヒータロー、10位ドグーさん、9位オミくん、8位ユースケくん、7位ナベちゃん、6位ノリテツくん、5位チャンピオン、4位ヨッチャミくん、3位リタロくん、2位トシトシ、そして入る1位はドゥルートゥン、江戸川コナンくんでした。ありがとうございました。さあ、コナン君に前ゼリフまで3、2、1。コナン君、見てこの洋服かわいいでしょ。チュッチュッチュありがとうございました。バイバーイ、良い一日を。